はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターをね、ソードシールドの、まあ、画面ではあるんですけど、今日もちょっとラジオ動画で、YouTube で登録者1000人行くまでの、まあなんか作戦っていうか、ストラテジーっていうかね、そんなようなことをちょっと話していこうと思います。で、なんでこういう話をする動画を撮ろうと思ったかっていうと、まあ、嬉しいことにね、先日僕の YouTube が、チャンネル登録者が、1000人をね、超えて、まあ、なんか1000人はちょっと意識自分でもしてたし、なんかまあそんな気にしないようにはしてたんだけど、結構その YouTube のコメント欄だったり、あと Twitter とかでね、なんかおめでとうみたいに結構みんなに言ってもらえたりして、まあ、嬉しかったんで、なんか気にかけてくれたんだなっていうのがすごい嬉しくて、まあっていう嬉しかったんですけど、ありがとうございます。そんでまあちょっとまあそこは一応なんかさ、そのなんていうの、ポケモンでいうレート2000乗ったから記事書きますじゃないけど、まあ、そういうちょっとノリはあるんだけど、まあ、ちょっとどんなことね考えて1000人までやってたかっていうのを話していこうと思います。で、どんな感じの僕のなんか YouTube だったかっていうと、なんか始まった時がポケモンのぜあれをやり出したのが去年の確か4月とかかな、その辺からなんかやるって決めて、まあ、毎日投稿を10ヶ月か11ヶ月ぐらいとやり続けて、まあ、なんかやっと1000人に登録者がね超えたっていう感じでしたね。で、そこで考えてたことは、まあ、大きく分けると3つかな。うん、1つずつまあちょっと順を追って話していくんですけど、まあ、なんかこれをやった方がいいとか、なんかサムネをこうしろとか、こういう動画を撮れみたいな、そういうちょっとこうなんて言うんだろう、小手先の話ではないけど、そういう内容ではなくて、もっとこう、うん、原理原則的なことを考えてきたっていうか、まあそう考えてやってたし、それをちょっとこう言語化してきたつもりではあるので、まあ、よかったら聞いてってください。で、まず最初が、動画を、なんかこう、撮影とか編集にめちゃくちゃ時間をかけて、例えば1週間のうちの3日間をかけて撮影やって、残りの4日で編集をしてサムネを作ってアップしようみたいな感じのことをやるよりは、断然毎日投稿で、もうその日に動画を撮って、で、まあ別に、その明日の分を撮って明日編集してアップしてみたいのをその、恒常的にやってもいいと思うんだけど、とにかくその、なんて言うんだろう。一個の動画をもう超いい完成度にして、じっくり時間かけてアップするぞっていうのをやるよりは、もうとにかく動画を完成させる。完成させて、毎日、なるべくね。で、まあ毎日、1日2本出しても全然いいと思うし、例えば今、週に1本だよってんだったら、なんか3日に1本とか、そういう頻度をとにかく上げてった方が絶対にいいと。最初からこれは僕は思ってやってて、そうやってきました。で、これはなんでかっていうと、理由はまあ4つあって、まず一番重要なのが、そのね、自分のね、成長があるんだよね。どういうことかっていうと、そのめちゃくちゃ編集とか起こって、1週間にじゃあ1本あげますってなると、まあ、月に4本なわけじゃん。で、年間で、12×だから、48本。まあ50本いくかいかないかとか、っていうぐらいのやるか、1年間、もう毎日、ね、投稿し続けるのと、だと、その、自分のね、成長度合いが違うんだよね。どういうことかっていうと、その、単純に、50本ぐらい動画を一定期間で完成させるより、同じ期間で360本作った方が、それはその、1個のものを最初から最後まで、要は撮影をして、編集をして、サムネを作って、タイトルをつけて、で、YouTube にアップしますっていう、その、過程を踏む回数が全然違うわけだから、そうすると、その、YouTube って、アナリティクスっていうものが見れて、要はその、アップした動画が結構人気があって再生されたねとか、これはちょっと受けが悪かったねみたいのが、数字でね、見れるようになっているので、そこからのフィードバックを受けて、あ、こういうのがいいんだとか、こういうのはあんま良くないんだとかっていうのが分かる機会が多いっていう話があります。っていうのと、まあ、一個の、なんて、まあ、作品っていうわけじゃないけど、動画がね、一本がその作品っていう、まあ、うん、作品みたいなノリなのかな、だと思うんだけど、それを、その、なんて言うんだろう。単純に完成させるプロセスを多くこなして踏んだ方が、その、一個の完成品を作り出すっていう意味では絶対上手くなる。編集をめちゃくちゃ頑張ってやったら、それは多分その人の方が1年間続けたら動画の本数が少なくても、多分編集は上手くなるんだけど、ただ、毎日やって、っていう方が、その、要はその編集がちょっと上手くなるとかっていうレベルよりも、動画を完成させるっていう、その、一個作品として、全体としてどっちが上手いかっていうのを比べたら、多分後者の方がいい影響を与えるんじゃないかなっていうふうにすごく思いましたね。で、二つ目の理由が、まあ、単純に見てもらえる頻度が増えるっていうのはあるよね。要はその、例えば100人
絶対にどう動画をアップしても見てくれる人がいたとして、でじゃあ月に例えば4本アップしたら、まあ400回分は最低でも見込めると。ただ毎日投稿すると、まあかけるその何ていうの、投稿日数分なわけだから、そっちの方が見てもらえる頻度は単純に増える。でこれが結構重要で、何て言うんだろう、生活の一つになんか入り込めた方が、要は見るのを習慣にしてもらった方が、それは見てくれる人が増えるわけだから、そういう意味では、まあだから2日に1本とかもまあまだいいと思うんだよね。1週間とか不定期とかよりは全然、まあ、不定期よりは全然多分そのアップする期間を決めてやってる方が絶対いいと思う。1週間だったとしても、それがね、それはそのスケジュールにだんだん勝手に入ってきてくれたりするから、それは結構でかいと思います。でとにかくそのさっきのね、もう一個の理由が、まあ、その自分の成長っていう話とちょっと関連してくるんだけど、その方がね、たくさんやった方がだんだん自分のカラーみたいなものが出てくる。だからその、なんて言うんだろう。これがなんかなかなかね、難しいところだなと思ってるんですけど、こう、自分のさ、なんかこう、キャラクターみたいなものってあるじゃん。それがね、だんだんこう、出やすくて、たくさん出した方がね、それを分かってもらいやすいみたいなことがあるから、っていうのも理由の一つです。で、もう一個の理由が、結局、まあその、これは収益化をしてお金を稼ぎたいっていう場合の話っていうか、まあそういう人が結構いると思うんだけど、その場合には、その長く続けないと結局、投資とリターンが見合わないっていう話があって、僕このコンテンツ、YouTube って、その、時間を投資して多分、先行投資してやるものだなっていうふうに思ってて、なんでかっていうと、まあ別に、ほとんど金かかんないじゃん。その気になれば別にスマホでさ、持ってるスマホで編集とかやってとか、全部できる、撮影もできる、全部できるから、ゲーム実況でも別に、直撮りでも、なんとかなるっちゃなるし、ほとんどまあ、じゃあせいぜいキャプチャーボード買って、パソコン持ってりゃ別にいいし、まあ買ってって言ってもそんな、どっかでビジネスやりますみたいなほど金が、先行投資がかかるわけじゃないし、継続的に、なんて言うんだろう、こう、維持費みたいなのがかかるものは特に存在しないから、そういう意味だと、何を一番投資するかって多分自分の時間なんだよね。労力っていうか、マンパワーっていうか。で、そうなった時に、まあ、結構それは投資することになるかなとも僕もなったし、ただ、じゃあそのリターンの、その収益がどうかっていう話をしたときに、その長く続けないと結局そのリターンは見合ってこないんだよね。だんだんどっかのラインを超えると、リターンの見合い方がでかくなる。この見合う見合わないは何を基準にしてるかっていうと、まあ、なんでもいいと思うんだよね。仕事してる人だったら別に自分の仕事でもいいと思うし、まあ、バイトで時給1000円のバイトしてたら、動画撮って、編集して、アップしてみたいな作業を時給換算してどうかっていう話がまあ比べっこするにはちょうどいいと思うんだけど、それをしたときに、まあ多分序盤っていうか収益化されないうちだって、そのリターンがゼロなわけだからさ、金銭的な意味ではね。そうすると、要はその投資した分何も回収できない期間がしばらく続いて、で、だんだんそっから先に、要は登録者1000人超えて、ちょっとずつ回収できる、あれが出てきて、じゃあ増えてきて、例えば登録者1万人、10万人とかってなって、そうすると、時給換算をすると、まあ、1000円を超えてきて、まあ、バイトするより全然いいよね、みたいになってくるっていう、そのタイプのあれだから、ビジネスっていうか、そういうノリだから、それを考えると、その、長く続けて、先の方の、要はその、まあ、時給何円を超えるラインみたいな、人それぞれ、ま、これはあると思うけど、それを超えて、だんだんそっから旨味が出てくるっていうようなノリだから、その、なんて言うんだろう、物事のその性質として長く続けるのは絶対、じゃないと、お金を稼ぐ目的では、多分意味はあんまりない。バイトした方がまだマシかな、みたいな感じになっちゃうと思うんだよね。だからそういう意味だと、その、毎日投稿した方が、そのリターンは単純に得やすいよね。要は、月にさ、1本投稿して、それが100、なんて言えば1000回再生されるより、毎日投稿して、それが、要は1000人見てくれる人がいれば、1000再生でかける30日かなとかっていう風になるわけだから、そのリターンの形があるっていう、まあ、話ですね。で、そうね、これはね、動画を、なんかその低品質でバンバンアップしまくるっていうわけでは別になくて、その、ある程度自分で基準は作るべきだと思うんだよね。なんかこれぐらい編集はするとか、サムネはちょっと時間かけて作ろうとか、そういうのはあると思うんだけど、その、それを変に上げすぎると多分、どっかで頓挫することが絶対起きるかなっていう。まあ、鋼の意志があれば別だけど、まあ、鋼の意志があるんだったら、その投稿頻度を上げることに力を注ぐべきだなっていうふうに、思いましたっていう。この、まあ、今のね、4つの理由が、その最初の、動画のその品質をとにかくめちゃくちゃ上げようっていうところよりも、投稿頻度をとにかく増やせっていう話の、
一つ目ですね。で、二つ目が、どのゲーム、まあ僕ゲーム実況しかやるつもりないし、顔出しとかも一緒やるつもりないから、別に、あれなんだけど、そのゲーム実況の限った話で言えば、多分どんなゲームをやるかっていうのが結構、キーポイントになってくるのかなと思ってて、これは僕は、何回も繰り返し遊べるゲームを、で、一つのゲームを攻め続けるべきだと思ってます。まあ、登録者が、どうなんだろう、YouTube だけで飯食っていくとかってなると、多分、ある程度複数のゲームをやらないと、その一個のゲームが死んだ時に、やばいことが起きるから、さすがに多分いろいろゲームやるべきなんだよね。ただ、多分、登録者が1000人しかいなくてとかさ、まだ500人なんだけど、YouTube で今これ飯食ってますって存在できないわけだから、成立しないわけだから、そういう段階ではとにかく1個の方向性に絞って攻めた方が、多分いい。なんでかっていうと、結構その、散見されるのが、なんかいろんなゲームを流行りスタイルに乗っかってやる人、例えば、なんだろう、最近だと、ちょっと前だと赤狼とか、あと、最近だとなんだろう、結構いろいろ、なんかちょっとあんまパッて出てこないんだけど、なんていうの、ジャンル的には、その、PVP がないゲームは多分結構そっち寄りになるのかなって思ってて、要はその、一人で遊ぶゲームで、なおかつ、対戦相手はコンピューターで、とか、あとストーリーのアドベンチャーゲームみたいな、バイオハザードとかはちょっとそっち寄りになるのかなと思うんだけど、そういうのはあんまり良くない。なんでかっていうと、流行りスタイルに乗るのがまずきつい、めちゃくちゃ。僕、ポケモンをこの1年間やり続けて、まあ、ポケモンはね、ポケモンっていうコンテンツが死ぬことは多分未来永劫考えられないと思ってるから、まあ、これを選んだっていうのもあるんだけど、ダウンロードコンテンツか、ケンタレだと。エキスパンションパスの鎧の孤島と冠の雪原が来た時は、あれは流行りスタイルのその流行りポイントなわけだから、そこは結構気合い入れて、なんかその、来た直後の期間だけは毎日2本頑張って作るみたいなのを結構気合い入れてやったんだけど、あれは結構しんどかったね。で、それを年中通してやり続けるのは多分死んじゃうと思う、人間が本当命落とすから、それはね、なんか無謀で、安定感のあるゲームをそれはやりたいよね。ポケモンは結構いいチョイスだと思うよ。で、しかも繰り返しランクマッチをやれば繰り返し無限に遊べるから、多分僕8世代はまあ結構その、あれだよね。エキスパンションパスとかで、その環境が変わったりするから、だからまあ結構良かった環境ではあったんだけど、その、ネタが勝手に入ってきてくれるし、それで、あと、ポケモンのさ、ちょっとこう追加コンテンツとか新作とかってなると、それはうおーってみんななるから、バブルは起きる。だからまあそれに乗りやすいっていうのは結構悪くなかった上に、まあ、そのコンテンツは多分死なないから、強いっていう意味で、まあ、ポケモン良かった。で、そのランクマッチは繰り返しずっと遊べる。多分アップデがなくても、てか7世代のポケモンを見たことがある人は多分わかると思うんだけど、7世代ってさ、途中で一回さ、ウルトラサン、ウルトラムーンが来た以外に、なんか追加コンテンツとか要素とかって本当に一切ないまま、なんか何年？結構長い期間やってたよね。ただあれでも、ポケモン実況のやってる人みんな、あの中でずっとやり続けれるわけだから、そのこういうPVP があって、最近だと結構多いよね、なんか。PVP があって、で、まあ、シーズンがまあ、これはあってもなくてもいいけど、とにかくその無限に遊べる、繰り返し何回も遊べるゲームっていうのは、まあ、ネタを結構無限に用意できるのがあるから、すごく、まあ、ゲームの選びとしてはなんか、グッドチョイスなんじゃないかなっていうね、気はしてますね。で、最後の3つ目の、まあ、作戦っていうか、あれなんですけど、なんかこう、自分の、なポリシーっていうか方向性っていうか、こういうことを目指していくみたいのがあるとすごくいいんだよね。でもこれはなんかね、僕は多分まだはっきりしないかな。なんか多分動画普段見ている人だったらわかると思うんだけど、まあ受けループっていうか受けサイクルっていうか受け系統の構築を使ってランクマッチで、まあなんかレート2000だったり2100だったり、ちょっとでもいい順位を目指してるみたいな風に多分僕のことを認識してると思ってるんだけど、なんかその、そういうのがあるといいかな。なんか例えば他のゲームだったら、まあ、FPS がめっちゃ上手くて、超、どのゲームやっても上手いから上手いのを見せるとかでもいいと思うし、あとはなんだろう。まあ、なんか多分これはただ、なんかね、最初からある人とない人がいるかな。例えばポケモンで普段から、例えば過去に最終位置取ったことがありますとか、あとそのずっと、まあ、一桁順位とか二桁順位前半とかを結構連続で取り続けてるみたいな感じの人だったらもう、それだよね。強い。もうとにかく強いから、
見ろみたいな感じのノリで多分最初のうちは結構成立するかなって思ってて、そういうなんか何もないんだったらもうとにかく多分何もそういうのがもう俺何もねもうとにかくなんかどうしたらいいんだみたいな人こそ多分動画を投稿し続けた方がそれは見えてくると思う。だんだんこういうのって多分やってるうちにこうまあ実況するわけじゃん。その喋ってる素だったりとか考え方だったりとかがだんだん出てくるから、それをだんだんこう知ってもらえたり分かってもらえたりしてくるから、そういうのがだんだん出てくるといいなっていう。これはなんか僕ももうちょっとこういうのをね強く打ち出していきたいなと思ってるんですけど、多分現状だとなんかまあ受けループ受けループおじさんだよねマジで、ね、まあ、受けループおじさんは他にもこの世界にはね僕より強い人がいっぱい存在するのでなかなか差別化ができてないんですけど、あ、そうそう、差別化はね言い忘れてた。これは結構重要で、さっきの何回もそのなんか繰り返してできるゲーム、ストーリーとかで一回一周したら終わりっていう感じじゃないゲームで一つのゲームを攻めてった方がいいっていう話とも関連するんだけど、ああいう流行り廃りに乗り続けて次々乗り換えていくとあんまり差別化されないんだよね。すでに差別化がされてる人、例えばモコウ先生とかね、まあ、めちゃくちゃ差別化されてるじゃん。だからもう多分何のゲームやっても平気だし、まあ、赤狼とかアイドの流行り廃り芸にずっと乗り続けることをやっても多分生きていけるんだよね、おそらく。ただそれを差別化が何もされてない段階でやると差別化が一生されないままいくから多分やるべきじゃないなって思ってて、まあ、ポケモンとかのランクマッチとかやったらそれさあなんかこの人こういう構築を使うの好きだなみたいな感じの空気っていうか雰囲気っていうかノリみたいなのも出てくるじゃん。それは差別化のまあそんなにめちゃくちゃでかい差別化かっていうとそうでもなくて、まあ、ポケモンやってる人の中でしかわからない差別化ではあるから、まあそういう要素はあるんだけど、ただ差別化されるから、うん、ちょっとずつでも、これはなんかねわかんない、多分上手い人はもっと上手くやってるんだよね。僕はあんまこういうの多分上手い方じゃないから、ちょっとずつちょっとずつなんか自分のカラーを自分でも手探りだけどやって出てくるといいなみたいにね思ってるっていう感じでしたね。っていうこのなんか3つをまあ最初から意識してたのは多分毎日投稿のところだけなんだけど、まあ後の2つはだんだん、まあ特に何回も繰り返しできるゲームで、その一つのゲームを攻め続けて差別化していくっていうのは、まあ、最初に選んだゲームがたまたまポケモンで良かったなっていう、ポケモン好きだったから、で、ランクマッチでなんか、頑張りたいなとか思ってたから、ちょうど良かったっちゃちょうど良かったんだけど、うん。これは途中で思い出したことと、最近僕をね、方向性として、こういうのが、ちょっとできるといいなっていうのは、その人の、なんかこう、考えてることとかポリシーみたいなのが少し、こう透けてくるっていうかっていうのを含めて差別化されるみたいなのが今後はねしていきたいなと思ってるんですけど、だからもうちょっと具体的に言うと多分どんなところを楽しんでもらうかだと思うんだよね。だからまあ現状多分僕の動画は楽しんでもらう目的で見てくれる人もいるかもしれないけど、どっちかっていうとなんかこうこいつたまにちょっと結果出してるからちょっと見てやるかみたいな、どんなん使ってんかなみたいなさ、そういうあれだと思うから、まあ、もちろんね、一生ゲームが強くて、もうどこまでもいけるって言うんだったら、その方向性でもいいんだけど、僕はそれは、まあ、それはなりたいよね。一生ポケモンで強い男になりたいけど、そうなれるとはあんまり思えないっていうのと、なりたいから目指して頑張っていくけど、結果としてなるかわかんないわけだから、まあ、そこに全振りはちょっと危険かなっていう意味で、なんか、面白くて楽しんでもらえるようにね、なっていきたいなっていう、そんな風に思ってる最近ですね。まあ、何はともあれ、まあ僕にしてはよう頑張ったなと思ってるんでね、半年以上か、1年ちょっとないぐらい毎日投稿を続けて、まあ、見てもらえて、でなんか登録者がね、1000人を超えてっていう結構嬉しかったんですけど、まあまあ、ただ、さっきも言った通り、まあ金銭的な意味で言えば、まあ投下したね、労働時間に対してのあれは、あるし、まあ別にでも結構やって楽しかったんだよね。なんか毎日こういうことをやったら面白がってもらえるかなとか、あとこういう受けループ使ったら結構強いんじゃないかなとかいろいろ考えたりして、自分で手探り手探りでやってみるみたいなのも楽しかったから、まあこの楽しさがあるうちは多分続けていけるんじゃないかなって、ね、思ってるんですけど、なんかちょっと僕の話も結構入っちゃったんだけど、まあそんな感じで
今からね、YouTube 始めようと思ってるとか、今なんか登録者何百人ぐらいですとかっていう人はそういうのをちょっと考えるといいんじゃないかなっていうふうに僕は最近思ったり考えたりなどしています。結構なんか20分ぐらい喋る動画になっちゃったけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。じゃあ、バイバーイ。またねー。